どうも皆さんこんにちは。飛行機に乗るのが怖すぎて乗る前に家族などに連絡をしてしまう男、キャベツです。今回ご紹介するのはバグが多すぎるゲーム。なんと英語のバグのことで、1940年代にアメリカで開発された初期のコンピューターの故障した際の修理でパソコン内部に入り込んだとした原因だったことが判明。このことからプログラムの不具合を表すこととしてバグということが広まったようです。ただバグが多すぎると結果的にクソゲーとして認知されてしまうゲーム業界。今回は逆にバグを楽しむことに振り切ってしまっているゲームたちをご紹介していきたいと思います。では行きましょう。スケート3はプレイステーション3用のゲームソフト。本来スケボーゲーなのですが、バグが多すぎるあまりバグを利用してすごいトリックを編み出すといった本来のコンセプトからかけ離れすぎたゲームとなってしまった本作。またゲーム内で落下死の派手さによって点数を稼ぐというスケボー70なモードもあり、公式が病気、さらには物理演算やおかしなバグが重なり、カオスなゲームとしてスケボーならぬ抜け棒として名を馳せました。そのあまたのバグをご紹介しましょう。まずプレイヤーは尋常ではない身体能力を持ち合わせており、壁を登ることができます。これにはソニックも驚き。ファイナルファンタジー15のように地面に埋まってから空を飛び、普通ではありえないトリックを繰り出したり、そもそも物理演算が狂っているのか、どこかに触れるだけで首がへし折れたり、全身が気持ち悪い形に変形してプレイヤーを笑わせに来てくれます。とにかく数えきれないバグの量、バグが多すぎてスケート3のバグ専用のウィキペディアができたり、公式がバグ動画を公開したりなど、本当に公式が病気の本作。もはやスケボーが目的ではない、バグこそがこのゲームの醍醐味。まあちゃんとスケボーゲーとしてプレイすれば自由度は高く、マルチプレイも可能です。ステージ内のオブジェクトを動かし、滑りやすくステージを改造したり、キャラクリエイトやステージデュエットなどの自由度は高いのですが、ボードを捨てれば本来スケボーゲーにはいらないようなこともできます。街の人を殴る蹴るなどしたり、マルチプレイで仲間とかくれんぼしたり、ダイナミック自殺をしたり、車の交通妨害をしたり、物理演算を起こらせたり、スタイリッシュ飛び降り自殺をしたり、パンツ一丁で街中を走ったり、高いとこから街の人にライダーキックをかましたり、オブジェを召喚して迷路やサスケを作ったりなど、出したらキリがないほどにスケボー以外でも遊べる本作。無人島に一つゲームを持っていくなら今作でしょう。ファイナルファンタジー15、2016年11月29日に発売されたファイナルファンタジー15。開発期間がおよそ10年かかったこともあり、数年前からかなり注目されている作品でした。しかし蓋を開けてみるとどうでしょう。大量のバグが発見され、まともにゲームができなくなるものも存在し、違う意味で話題のゲームになってしまったというのが今作。そのあまたのバグの中からいくつか選出してご紹介していきましょう。キャラが地面に埋まる。戦闘中に自分以外のキャラが地面に埋まってしまうというバグ。特にチュートリアルの際にグラディオという登場人物が埋まってしまうというバグが多く発見されています。戦闘中に他のキャラが埋まってしまうと戦わなくなりますが、掛け声だけは一丁前にしてくれるんで、その姿がシュールすぎて笑える始末に。増殖バグ、こちらは結構話題になったバグです。増殖バグはなぜかグラディオだけに発生しやすいバグのようです。ファイナルファンタジー15は神話の物語なので、グラディオはバグの神と言えるんじゃないでしょうか。このバグ見た目がかなり気持ち悪いんですけれども、プレイにおける問題はありません。まるでピクミンのようだ。むしろ増殖されることで敵を倒す時間が短縮されるのでラッキーだと思ってください。ただゴリマッチョのおっさんが何百体も出現する光景はまさに地獄。イケメン主人公の後、何百ものグラディオが追ってくるといった芸能人の出待ち並みのおとましさ。ピクミンに例えるならこれはゴリゴリピクミンでしょうか。グラディオ自重しろ、チョコボ直立。こちらも話題になったバグです。チョコボに乗るときは座るのが普通ですが、なぜか直立不動乗りをしているというシュールすぎるバグ。これもまたプレイにおける問題はありません。ただ面白いだけのバグです。こちらはバグディオラスだけではなく、イグニスやプロンプトも直立するバグなので一体感があります。ただいつもノクトだけ普通なので、そのギャップに笑えることは間違いなし。カメラが操作不能、こちら笑えない、結構深刻なバグ。このバグが発生しやすい条件は、戦闘終了後にノクトから離れたキャラがアイテムを使うこと。カメラ位置がそのアイテムを使ったキャラクター目線になってしまいます。さらにキャラクターが後続してしまうとバグのダブルパンチ。神話をモチーフとした世界観にはシュールすぎる光景に切り替わります。フリーズする。ファイナルファンタジーシリーズでおなじみのブリザードなどの氷魔法を使用することで、高確率でゲーム自体がフリーズするという、現実世界にまで氷魔法が及ぶバグが多くのプレイヤーを悩ませました。また今作はグラディオよりもバグに襲われて悲惨になってしまったのはこのイグニス。彼は謎のポーズで固まったり、透けてしまったり、立ったまま運転してしまったり、メガネがずれたり、最終的に彼はストーリー上失明してしまうのですが、これも本当はバグの仕業だったのかもしれません。ズレよ。
こんなファイナルファンタジー15、最近ではアップデートによりバグが改善されていますが、まだまだちらほら小さなバグは発見されています。昔みたいにイグニスの面白バグはもう見られないかもしれませんが、これからも様々なバグが登場するのか楽しみな部分でもあるこのファイナルファンタジー15、発見した方はぜひコメント欄で教えてください。メジャーパーフェクトクローザー。漫画メジャーのアニメ化作品、メジャーを原作として2008年12月11日に発売されたゲーム化作品第3弾。公式サイト曰く、追求したのは本格野球ゲーム、実際はパーフェクトにクソであることから、パーフェクトクソーザー、海外ではクレイジーベースボールと呼ばれることもあるらしい。このゲーム、多くの不具合でメジャーファンの多くを阿鼻叫喚させたゲームとしてクソゲーオブザイヤー2008年大賞を受賞。そんな本作、野球ゲームであるのにもかかわらず、主審がピッチャーに背を向けたり、ゴローの首が180度逆向きになっていたり、センター前キャッチャーゴロなどがあり、フライをキャッチしただけでツーアウトといった、他にも様々なルールがそもそも確立していない野球、いやクレイジーベースボール。まずこの主審がピッチャーに背を向ける件ですが、運が良ければバッターも後ろを向いてくれます。キャッチャーの後頭部に主審のケツが来るんで、ただの嫌がらせにしか見えないバグ。なお、こうなってしまった場合、後ろ向きのバッターが何もない空間から階段を飛ばすという謎の現象が起き、以後この打法は界隈では宇宙打法として広まってしまいました。主人公ゴローがストライクをボールにアウトをセーフにされたら野球にならねえんだよというセリフがあるんですが、そもそもバッターと主審がいなければルールが成り立たない状況、カオス。次にゴローの首が180度逆向きになっている件について、これはクソゲー好きなら誰もが知っている衝撃な映像。どうしてこうなった？これはピッチャーとバッターのみ確認されているバグです。映画エクソシストにも似たようなシーンがあるため、ホラー映画ファンの間でも話題になったようですね。センター前キャッチャーゴロ、どういうことなんでしょうか。キーパーがゴールすることより意味がわかりません。ただのいじめのようなこのバグ、これはバカな AI が原因となっているバグです。前後逆に構えたバッターが打った球をセンター前にヒットしたボールをキャッチャーが取りに行き、その隙にバッターはサードまで走ろうとしますが、さすがに間に合わず、結局三塁タッチアウトなどの光景がよく起こります。なお、ストーリーモード序盤の負けイベントでこのバグが発生すると、センター前キャッチャーゴロ連発でなぜか3アウトまで行き、ルールがめちゃくちゃになります。そして主人公のゴロが敵チームのピッチャーになってしまったりするので、もう意味がわからない。10年に一度レベルに匹敵すると言われているこのダメジャー、発売から12年、これに匹敵する国産のバグクソゲーは今後現れるのでしょうか。ロマンシングサガ。ロマンシングサガは1992年1月28日にスクエアから発売されたスーパーファミコン用コンピューター RPG。 サガシリーズの伝統なのでしょうか、本作もバグが非常に多いとなっています。一番有名なのはレイディーバグ。こちら突然別のエリアに飛ばされ、バグったセリフを喋り出し勝手に戦闘になりますが、大抵これもバグり、突然メニューが開き、これも所々バグって読めない。そしてオブシダンソードを手に入れ、赤魔同士が仲間になっているサルウィンとの戦闘にファンファーレが鳴り、いきなりエンディングになるといったバグ。こちらセーブデータおるか、下手するとロムまでが壊れてしまう危険性があるため、非常に危ないバグとして有名です。ですがこれ以外にも致命的なバグは多く、積みゲーになってしまう例が後を絶ちませんでした。バランスもやたら適当で、ザク敵がボスより強かったり、ザゴ敵が全体攻撃を仕掛けてきたり、その全体攻撃で全滅。とにかく数が多いので過剰に説明していきましょう。ゲームを始めたら経過時間が1分経たないうちにセーブ、リセット、ロードを繰り返すとゲーム中の時間も進まない。道を塞いでいるモンスターと戦闘になったら逃げ、逃げるのに成功すると道を塞いでいたモンスターが消える。ある武器のレベル15で覚える必殺技を戦闘に使い、その武器を外し他の武器を装備する。戦闘中に空白欄が現れるので、それを選ぶと新しく装備した武器のレベル15の必殺技が使用できる。滝を登って押し戻される前にセーブをリセット、ロードしながら上ボタンを押しておくと登れる。恐竜の卵は武器として使用できる。戦闘中逃げるを選択すると素早さが上がっていく。盾を装備させた後に両手剣が装備できる。ラスボス戦でタイニーフェザーを呼び寄せ、風のささやきを使うと高確率でラスボスを一撃死させられる、など他にも様々なバグが存在する今作。続編も非常にバグが多く、開発者の一員にバグを仕込んでいる人物がいるのではないかと噂されるほどになってしまいました。ということで、いかがだったでしょうか。どんなゲームにもバグは存在していますが、バグが多すぎると手抜きだと言われるのがゲーム。大抵対策になればなるほどプログラミングコードも長くなるので、開発者もまあ大変なんですよね。ゲームが延期したからといって無意に起こるのはやめましょう。ただ単純に開発が遅いのはやめろ。じゃあチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムもやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。